日本人の大半、民主党の悪事は許せないアンケートで、先日ツイッターにて行われたアンケートにて、民主党の過去の悪事はどうでもいいと思っていますかという質問に対し、民主党の悪事は許せないと回答した方が 97% に上りました。この民主党政権、民主党の悪事について、例えば元民主党の立憲民主党の有田芳生さんは、民主党政権の失敗は官僚のせいであると何の反省もせずに責任転嫁しております。この元民主党、現在は立憲民主党とか国民民主党とか自由党とか名前を変えておりますが、彼らには一切の反省がなく、万が一彼らがもう一度政権を取ってしまったら、また民主党政権の悪夢が、地獄が繰り返されることになりますので、皆様、今後行われるすべての選挙では、元民主党の候補者には絶対に投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。